諸君、ようこそ宇宙騎士団へ。早速だが、本作戦のブリーフィングを行う。心して聞くように。はっ、はい、はっ、はっ、はっ。クラウドも入団してみる。宇宙は専門外だ。新兵の諸君、ようこそ宇宙騎士団へ。早速だが、本作戦のブリーフィングを行う。心して聞くように。ギルガメッシュ軍の主力艦隊、新兵諸君、ポイントを交換するかね。宇宙騎士団に栄光あれ。訓練の成果を発揮する時が来ました。敵は危険な宇宙生物を従えています。決して油断なさらぬよう、お気をつけ。出撃の準備はよろしいですか。
らねばな。準備はよろしいですか？ターゲット発見、2人とも逃がすな。
走して頼む。敵は危険な宇宙生物を従えています。決して油断なさらぬよう。宇宙の平和、宇宙の平和は出撃の前にポイントを交換しておくか。宇宙騎士団に栄光あれ。命令の使いはラジャー。神聖の処分、高速宇宙騎士団よ。されて逃げてきたんだ。着ぐるみだと誤解されている。
店長の T シャツを買えるのはここだけ。ゴールドポイントの効果はこちらでお受けしておりまする。店長の T シャツを買えるのはここだけ。プロテインを飲むのにコロシアムに参戦をご希望の。なんで神羅の兵士がいるんだろう。兵隊さんがコロシアムに出るの。マッスルコロシアムの観戦チケットはこちらで販売中です。極限のバトルに酔いしれてみませんか。希望のお客様は出場者用カウンターへお声掛けください。コロシアムに参戦をご希望のお客様は出場者用カウンターへお声掛けください。希望のお客様は出場者用カウンターへお声掛けください。マッスルコロシアムに挑戦されますか。私の出番。飛んでけ。行くよ。落ち着いて。やっ。協力して。ここからだ。Uh-huh.
いいところ見せなきゃ。取れ当たれ。さあ頑張ろう。よし。
やつやる。調子に乗る。落ち着いていく。頑張るね。そこから狙える。沈め。暴れる。お任せあれ。いけ。よっ。どう。いけそうかな。下がっている。まぶしい。一気に叩き込む。沈め。どう？攻め
けて一気にね、いける。そうね、悪いな。よーっ、私の出番。大丈夫？本体。下がって。飛んでけ。ここで仕掛ける。ここだ。仕上げだ。よいしょ。今がチャンス。私だって。これ。え、ほい。おしまい。終わったな。ここから
下がっていろ。やっ！おい！しろ！
落ち着いて。私の出番。そこから狙える。そっちは任せ。そっちは大丈夫。やってやる。軽い。このままでは。はいはい。俺が出る。
動け、うん、届け、おう、うん、ギャッ、飛んでけ、ほい、ゴーギャッ、ほっ、へっ、おう、うん、ほっ、またの挑戦をお待ちしています。マッスルコロシアムの観戦チケットはこちらで販売中です。極限のバトルに酔いしれてみませんか。マッスルコロシアムの観戦チケットはこちらで販売中です。極限のバトルに酔いしれてみませんか。警備が厳重だな。待て、私たち探してる。捜索という感じじゃない。コロシアムに近づかない方がいいね。頼んでみるか。ジーモーグリ便利だね。ゴーストスクエアを預けただけ。ようこそパークセントラルへ。ここからどのスクエアへ。無限のスクエアへ。
ご機嫌麗しゅう我がお客様、ゴールドポイントはお持ちかな。お客様と再会できる日を心待ちにしています。わあ、綺麗な人。あ、知ってる人？ジェシー、アバランチの仲間で7番街で死んだ女優さんだったんだね。あ、不愛想な俺と友達になろうとしてくれた。友達？恋人じゃなく？クラウド、そういうの気づかないでしょ。いろいろ言われたけど、俺をからかってたんだ。それくらいわかるさ。そんなに単純かな。どういうことだ。青年よ、もっと学びたまえね。そろそろ行こうか。うん。次はどこ行く？チョコボレーサーどう？また？終わっちゃった？残念。ジェシー、この舞台に立ってたんだよね。多分な。見たかったね。やあ、クラウド、また会ったな。ディオ園長との熱い戦い、見させてもらったよ。キュンとした。相変わらず目立っていたな。心を解き放っているようだ。ここで何をしている？とある公園の監修を頼まれてね。はっ。ダンスの振り付けをしに来たのさ。そうだ、よかったら。断る。釣れないのも相変わらずだな。申し訳ございません。本日の前売り券は完売となっております。当日券は開演どこまで行くのか。着順での販売となります。ご希望のお客様はお並びください。会場の大きさはどうしようもないとして。目的地に着いたっぽ。ゴールドソーダーへようこそ。さあ、黄金の楽園を楽しむ準備はできていますか。きらびやかな演奏を抜けた先では、いくつもプレイヤーが皆様を待ってます。ゴールドソーダーへようこそ。ここパークセントラルなら。
けたら承知でからな。ふむふむ、これは近年まれに見る熱いレースですな。クラウドさんはどの子が来ると思います？毛並みと筋肉のつき方を見れば大体の能力はわかる。このスクエアへようこそ。チョコボの祭典へようこそ。会員証のご提示をお願いします。ない。大変申し訳ございません。こちらは会員でない方はご利用いただけません。そんな。一般のお客様も大型モニターで観戦していただけますので、そちらでお楽しみください。ご来場の皆様、お待たせいたしました。ただいまスカイホイールスクエアの入場規制が解除されました。どうぞスカイホイールスクエアで空中を巡るゴンドラの旅を。あ、クラウド、体調はいいの？ああ、寝たら良くなった。よかった。で、早速遊び回ってるんだ。いや、ティファは休憩？うん、ちょっと目がチカチカしちゃって。大丈夫か？うん、でも慣れないよね、こんなの。キラキラして別世界だもん。もう少し見たら休むつもり。ここで何をしている？コスタでの商談がうまくいってね。少しぐらい羽を伸ばしてもバッチは当たらないだろう。あー、負けちまったよ、タコ。なんだい、勝ったのはまたサムのところのチョコボかい？インチキしてんじゃないだろうね、あのペテンシマ。あんた、私になんか構ってないでちゃんとエスコートしておやりよ。せっかくのゴールド捜査なんだ。彼女を退屈させるんじゃないの？ほっといてくれ。
てやる。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せ、オンドラはゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られたきらびやかな景色、それはまるで二人きりの美術館。至福のひとときを存分にお楽しみください。じゃあ並ぼっか。なになに？さあ、なんだろう。申し訳ございません。ただいま園内において電気系統のトラブルが発生いたしました。現在原因を調査中ですが、万が一を考え、これよりお客様を安全なところまで誘導させていただきます。こちらへどうぞ。前にいるスタッフの誘導に従ってください。こちらです。焦らずゆっくりとお進みください。クラウドハン大変や。お、かわいい。どうした？大至急コロシアムに来てください。実はコロシアムのロビーで銃撃事件がありまして、目撃者によりますと犯人は片腕が銃の男やったそうです。え？お仲間には僕が伝えますから、急いでコロシアムへ。嘘だよね。とにかく行ってみよう。係員が誘導しております。お危険はございませんので、慌てずに前の人に続いてお進みください。申し訳ありません。コロシアムに向かってほしいクト。危険はございませんので、慌てずに前の人に続いてお進みください。コロシアムクト。申し訳ありません。ただいま通行禁止となっております。もしもー。あ、ちょっとお待ちください。その人らどうして構えへんで。了解しました。失礼しました。お通りください。遺体の収容場所は確保できたか？他の目撃情報を集めてくれ。あの兵隊さんが襲撃されたんや。それで私から話そう。私は園長のディオ。若者たちよ、我が輝きの楽園ゴールドソーサーへようこそ。君はすでに戦友だったな。再戦はいつでも受け付けているよ。そんな話はいい。本日神羅の統括殿がお越しになったのだが、一緒にやってきた兵士たちが襲撃されてね。スタッフや他のゲストも巻き込まれてしまったんだ。そんな。周到にも監視カメラが壊されていてね、犯人の姿は確認できなかったが、目撃者の証言によれば犯人は片腕に銃を仕込んでいたそうだ。そこで私は思った。そういえば要注意人物として報告を受けていた男と似ているなと。私には劣るが、体が大きく態度も声も大きく、不機嫌そうな顔を隠さずサングラスをかけ、そして
片腕が銃の男。どうだろう、君たち心当たりがあるだろう。待ってください、バレットはよく暴れるけどこんなひどいことはしません。その言葉を信じたいが、今日こんなものが配られてね。それは犯人はバレットじゃない。おお、根拠は。先に監視カメラを壊すなんてらしくない。仮にこんな事件を起こすなら何か理由があるはずで、それならやっぱりカメラを壊すなんてしない。いい、いいぞ。美しい友情は大好物だ。でもこれは大事件だ。それだけで無罪放免というわけにはいかない。ではこうしよう、君たちの手で真犯人を捕まえ、殿の無実を証明したまえ。期限は24時間、それまでに真犯人を捕まえられない場合は君たち全員を捕らえ神羅に引き渡す。発信機だ。君たちが逃げないように監視させてもらう。俺たちは逃げない。よろしい。タークスに先を越されないように頑張りたまえ。タークスいるの？競争相手がいると燃えるだろう。さあ若者たちよ、犯人は下へ行ったぞ。友のために走りたまえ。僕も手伝いますぜ。案内人が必要でしたら、地上へ降りるリフトはこっちです。こっちこっち、はよはよ。これから行くんはアンダーソーサーいうて、昔はここで働くスタッフが住んでいたとこなんやけど、いつからかモンスターが入り込むようになって上に宿舎を移したんです。そしたらなんと大陸中からならず者が集まって住み着いてしもたんです。いやーほんま難儀やわ。ウォールマーケットみたいだね。ああ、あそこよりさらに立ちが悪い。一度足を踏み入れたら二度と出られへんって言われてます。せやから今ではこう呼ばれてます、コレルプリズンって。まさしく砂漠の監獄。盗む、襲う、殺す、なんでもあり。というわけで皆さんせいぜい気をつけてくださいね。ありゃ、おるす。見られているな。気をな。
それともまさかお前か？って本当は分かってるよ。お前がクラウドだろ。どこかで会ったか。おいおい、初対面に決まってんだろ。俺様と会って俺様を忘れる奴がいるもんか。ただ俺様はお前のことを一方的に知っている。なぜだか分かるか。何でも屋のクラウド。よし、教えてやろう。裏稼業は情報が命。ましてトルネオファミリーを壊滅させた男がいるとなれば調べなきゃないだろ。おめでとう、パンパンパン。お前は有名人だ。俺たちは片腕が銃の。まあ分かってる分かってる。裏稼業は情報が命。いつも言わせるな。上で起こったことは全て把握している。そこで腕利きの何でも屋に仕事を頼みたい。どういう。お前が探している片腕が銃の男は俺様がすでに確保している。砂漠の牢獄にな。その場所をお前に教えてやってもいい。しかし世の中はギブアンドテイクだ。そうだ、お前は俺様に金を持ってこい。俺様は今とんでもなく金が必要だ。どこかのイカれた腐ったれが勝手に死んだ兵をぶち殺しやがったからな。もう犯人を引き渡すだけじゃ収まらねえ。コレルプリズンを守るためには上納金が必要だ。とんでもない額のな。さあ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 。その金を何でも屋のお前に用意してもらう。ああ分かってる、心配するな。金を稼ぐ方法は考えてある。何でも屋にはチョコボレースに出場し優勝してもらう。というわけで優勝できるまでお仲間は預からせてもらう。クラウド、クラウドか。待て、ちょっと心配するな。丁重におもてなしするさ。ああでももしお前が金を持ってこないなら彼女たちに稼いでもらう。ゲスト呼んでくれ。オーケー。じゃあベースの突っ込んだ説明はこいつに聞きな。了解です、バス。期待しているからな。よし、チョコボのところまで案内する。ついてこい。バレット、無事だといいけど。クラウドも気をつけてね。ほら、テキパキ歩け。逃げたらさばき切れそうからな。連れてきたぜ。
あなたが何でも屋のクラウドね。なかなかいい男じゃない。そうか。私はチョコボマネージャーのエスト、よろしく。クラウド、お前はグリーン牧場の何、あなたたち知り合いなの？どうしてここに？ピコをチョコボレースに出すためにゴールドソーサーに来たんだけど、こいつらに捕まっちゃって。おいおい、人聞きの悪いこと言うなよ。砂漠で迷子になってるところを俺たちが助けてやったんだろ。ふざけたことぬげしやって。まさかピコに乗るのか？ご明察。勝てるのか？初めての砂漠でかなり参ってるみたい。しっかり食べさせてスタミナを戻さないと、レースで勝つのは厳しいね。だからクラウドにはまずピコちゃんの餌を探してきてもらうわ。はあ、分かった。僕も手伝うよ。それじゃあ餌を手に入れたら私のところに持ってきてね。飲んだくれの酒場、エールジャンパーへよう。あんた、野菜が欲しいんだって？ああ。なら、崖の上に畑があるからよ、勝手に取ってっていいぞ。ずっとほったらかしだが、なんかあるだろう。ほら、これでいけるからよ。ただ、あそこはモンスターが出るからよ、気をつけろな。いい飲みっぷりだね。そいつは当店の名物、薄酒よ。限界まで薄められた奥深い味が最高だろ。なあ、仕方ない。腕だけ解放するか。僕を動かしたことを後悔しますよ。